コトネアスターはバラ科の常緑低木。コトーンはマルメロの古いラテン語表記。アスターはタイに似ているものであり、俗名はマルメロに似ているものという意味を持つ。三座シ族と類似しているが、葉の部分に挙手がない、枝に棘が生えないなどの差異がある。五十種近くの品種があるが、多くはインド北部、チベットを原産地とする。分布は中国にまで広がっているが、 日本には自生していない。また、中国でも園芸植物として扱われていた形跡は見られない。森林、岩場に自生する。葉は、五星に生える。甘い樹液を出し、鉢などを誘引する。これは、ホリゾンタリスダネなどに顕著である。19世紀初頭、イギリスに紹介され、軽かった植物園園長エヌウォリックの尽力もあって、多くの品種が導入。 栽培されるようになった。常緑樹や落葉樹、大きさも、干木から一般的な樹木に近いものなど、種類によって特徴は千差万別である。地面を張って伸びていく捕服性の琴音ネアスターも多く、壁に当たるとよじ登っていくため、建築家の友人などと呼称される。生垣やボーダー花壇での栽培に適している。捕服性のものは、グラウンドカバーに用いられる。耐寒性は強く。 栽培は比較的良い。湿潤な環境とは親和性が低く、育成するにあたっては中性度の土壌が適切とされる。いくつかの種類はアポミクシスによって繁殖する。ありがとうございます。